こんにちは。今日はローテーションでリノセウスのデッキっていうのを使っていくんやけども、まあ一時期有名な方のフェグが、リノセウスのデッキっていうのを紹介してたんやけども、まあローテーションでね、今結構リノセウスのデッキが勝てるんよね。まあアンリミテッドはリノセウスが無双してるっていうのは結構生放送とかで紹介してきたから、まあその強さというものは知ってると思うんやけども、やっぱローテーションっていうのはこう手札に戻すカードがアンリミテッドに比べてないから、リノセウスの火力というものがなかなか上がらない点はあるんやけども、まあなんか回らなそうに見えるじゃないですか。でもね、この動画を見終わった後に、あ、ローテーションのリノセウスっていうのはこんなにも回るのかっていうのを再確認できるんよね。で、私ね、この界隈ではリノセウスのプロと言われてるので、まあそのプロが使うね動きっていうものをね見るのが一番手っ取り早いんよ。やっぱりそのシャドーバースを上手くなりたいとか言うんであれば、そのまあ界隈の中で一番上手い人のプレイングを見る。例えば PUBG とかフォートナイトとか、荒野行動でも何でもいいんやけど、やっぱ上手い人のプレイング見るでしょ。で、それと同じような感覚で、一番リノセウスの使い方が上手い人のねプレイングを見れば、リノセウスの答えっていうのがね見えてくるんよね。なので今日はリノセウスにこう毛嫌いしてる人いると思うんやけども、そういう食わず嫌いの人はね、やっぱ一回食わせて、まあ本当にリノセウスのデッキっていうのは簡単だよということを、まあプロがね教えていくということで今日はやっていくと。ね、この時複雑のエンジンが入ってるので、まあ、終盤ね、6以上のダメージを5にしてカードを2枚ドローすると、まあ、そういう動きもできるので、まあ、相手の失踪を防ぎつつ、まあ、リノセウスをいけるということで、結構ね、複雑のエンジンは結構刺さるので、1枚採用されてると。で、エヘメラが入ってるっていうのもね、やっぱリノセウスのデッキで、結構面白いデッキではあるんやけども、まあ、ごちゃごちゃね、この画面で言ってもしょうがないので、実際のプロのプレイングを見ていただいて、まあ、リノセウスのデッキというものを、その恐ろしさというものを体感ねしてもらえると嬉しいなと思います。勝ちました。さあ、いきなり豪風のリノセウスを引くんやけどもまあリノセウスはね、やっぱ取っといた方が強いので、まあリノセウスのデッキやからいやー、これアンリミテッドでも一番強いマリガンっていうか最強の手札やね。要は一本、これ絶対ね、一コスで取ることできないし、森の番人でこう動きつつ、リノセウス回収、なおかつ一定のダメージを稼ぎながらやっていく。そしてさらにうざいのが、次のターン、リザの効果で、リノセウスを確定サーチしながら戦っていくことができると。これはひどい。まずは1点目。驚くべき技術を解放しようか。ゆうちゃな。まずは1点目。マリア、青年や、私に答えて。ね、まあ、エイラビショップの、まあ、弱点っていうのは、しっかりと盤面取っていく。そこが、まあ、必要になってくると。腕が鳴りますね。まあ、ここはもうエンジェルシュートでね、処理を促すのも全然ありな気はするね。よ、自然の導きを引いていくだ、シャキー。まあ当てて、アリアの旋風で処理という形も全然悪くはないよね、ないよね。なので、リノセウスをまずは、一本。まあ演習は打つ必要もないの、前もね、まあこれ、一本。二本。まあリノセウスの OTK で決められるしね。にょ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 。アリアの旋風でここが処理するか、まあ相打ちになるんやけども、まあ相手からするとね、かなりうざい動きでは間違いないので、でエヘメラは突進で殴れるからね。はい、一本ユーチューブ。まあこのリノセウスは進化で戻すためにね、できれば進化系使いたいから、まあエイラと関係ないんで、仕事がマイター剥がせばいいから、いくで。まずは1点目。はい、一本。はい、聞かえるわ。豪風のリノセウスをバッコリと進化していく。まあ自分アンリミテッドでね、リノセウスのデッキっていうものはかなり回してきたから、まあ使い勝手は結構慣れてる方なんやけど、まあ強者の威風を引いたのもなんか頭だと優秀だ。死後もないキャラクターを並べたところで私に勝てるという2文字にはならないんだよ。おー、いいね。ユイガの言っても強いね。ここはもう処理を促しながらで、まずは1点目。私はみんなを守ります。バーン、まずは1点目。で、リノセウスを行くんやけども、まあ眠れるも使うのもありやね。ユイガの言ってもあるんやけど、まあリノに進化を切るのは確定なりそうやね。
どういう風なプレイングをするのかっていうのを常に考えながらやっていくサル。1本2本ここまでは確定やね。で、強者の威風を使って盤面処理するのかとかいうのも考えながらやっていかなあかんねんけども、リザも強いなって感じやね。威風とかは別に後でのターンでもいいし、2点のね、火力が残ろうが、私にとっちゃ何のデメリットもないので、ここに関しては、エイラー関係ないよ。だから、飢餓の一刀で、取る必要性っていうのは全くないので、ここはもうね、リザでいいと思うわ。うん、まあ、強化もあんま関係ないからね。マリア、精霊よ、私に答えて。はい、リノセウス3本。まあ、私はね、リノセウスのプロと言われた男なんで、まあ、リノセウスの扱い方に関しては、もう熟知してるつもりだよね。で、4枚でしょ、もう次のターン5行って。まあ、進化使ってくるよね。で、こういう時に、ユイガの一投で、ばっこりと、処理を促していくと。で、まあ、3-3のスタッツになるんやけど、そんなもん関係ないし、7、8、9の OTK ができるからね。マリア、せ、おい、リノセウスなんやけど、ここはな、手札に戻すカードがないので、決めることはまだできないよね。ざわめく森を出してもしょうがないので、ただドローしたいっていうのがあるんやったら、エンジェルシュートを切るというのも、まあ悪い話ではないわけだ。4-7なんで、攻撃不能にする能力を持ってるけど、どういう動きをするのが一番正しいのかと考えたときに、難しいね、3-6。まあ、まずは、1点目。まずは1点目。そして、リザ出しつつ、眠れるをここで1枚切ろうか。マリア、精霊や、私に答えて。そして、眠れる妖精の森で、1本バッゆっくりと封じていく。まあ、これは次のターンも使えるしね。で、機械時の番人が出てくるということは、もうリノセウスの7、8、9の OTK がもう見えてくるって感じだね。うん、だから、まあ、基本的に処理のカードもすごい多く貼ってるんで、まあ、今のリノセウスのデッキというものは、やっぱり最強に君臨してると。まあ、ローテーションでこんだけね、回るせることができるリノセウスのデッキってやっぱ強い。エイラもね、やっぱ何もできないよね。強化してなんか苦し紛れのさ、なんか7、8突進でなんか喜んだことしてるけども、もうね、こんなものは朝飯前なんよ。うん、で、あくびで次のターンいけるしね。だから、いくで。まずは、1本あー、生き返るわーお、生きた。死後がちょっと怖いけどね。1本ブーン愛の奇跡の中に私はいるんだ。1本やけど、ここは、まあ、あくびが使えるんやけども、愛の奇跡が2枚以上プレイしていたならの効果を持ってると、リノセウスを1枚切るという動きをしても悪くはないんやけども、まずは、1余るのがちょっと嫌やな。でも次のターン勝ちを見出すならば、わざわざ焦る必要性はないような気もするけどね。リノセウス、とりあえずこうやね。まあ、とりあえずリノセウスをね、貯めてしまえばいいんで、まあ、機械で戻すもあり、まあ、戻せばいい。でもこう、愛の奇跡で詰めるま、まあ、でもさすがに戻した方が強いか。森の支配を与えよう。1本で、まあ、1コスト余るんやけども、まあ、全然悪い動きではないと。相手の場面防ぎつつ、いけてるので、まあ、悪い動きではないね。まあ、これでもうリーサルまでのね、防ぎて、まあこんな感じで、今のリノセウスっていうのは本当にね、楽しくて勝てるデッキであると。まあエイラですらね、やっぱ勝てないし、4連勝もしてるからね、まあ気になった方はこのリノセウスのデッキね、おすすめしたいなと思います。